皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、フェスティさんから超シンプルなギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。スイッチャーやめてシンプルボードにということでですね、新規初投稿のボードではバイタルオーディオの4ループのプログラマブルスイッチャーエンカウンターで制御されたボードをね、フェボーチャンネルでもご紹介させていただきましたけれども、くしくもフェボーおじさんもサブボードを組み替えるということで脱スイッチャーで同じエンカウンターをやめてですね、フェボーさんの場合は LS2 で制御のボードに組み替えようと表明したところにちょうど同じ日にですね、フェスティさんからこのように、超シンプルボード投稿いただきました。でポイントがいくつかあるんですが、EP ブースターをやめて、ピッチブラックの、X シリーズウルトラバッファーが内蔵された最新の、チューナーを入れられているというところがポイント。それから SD1 も技シリーズにねアップデートされているということですね。それからですね、やっぱりコンパクトマルチがあるというところがね、シンプルボードですけども頼りになる1台、導入。それからですね、パッチケーブルも、今回新調されて、おそらく EBS のフラットパッチケーブルかなと思うんですけれども、こちらに変更されて、見た目もとっても綺麗なボードに仕上がって、厳選された、超シンプルボードの完成ということですね。ぜひとも皆様方参考なさっていただきたいと思います。エペボイさんも組み上げるぞ。ありがとうございました。